1848年革命。1848年革命。1848年革命は、1848年からヨーロッパ各地で起こり、ウィーン体制の崩壊を招いた革命。1848年から1849年にかけて起こった革命を総称して、諸国民の春とも言う。ウィーン体制下のイタリアは、南部に両シチリア王国。 スペインブルボン長系、中部に、強硬国家、北部に、トスカーナ大公国、オーストリアハプスブルク長系、ルッカ公国、スペインブルボン長系、パルマ公国、スペインブルボン長系、モデナ公国、オーストリアハプスブルク長系、サルデーニャイコールピエモンテ王国、ロンバルド・ベネト王国、オーストリアハプスブルク長系が拡挙しており、復古体制に対する不満は1821年の、 カルボナリの放棄、1831年のジュゼッペ・マッツィーニの青年イタリア決制度に現れていた。1848年1月、シチリアのパレルモで暴動が起こり、両シチリア王国からの分離独立と憲法制定が要求され、これを第一波として革命がイタリア各地に波及した。3月には、オーストリアの支配下にあったロンバルディアとベネツィアの 民衆が反乱を起こして、現地のヨーゼフラデツキ意識下のオーストリア軍を駆逐し、ミラノの5日間、ダニエーデ・マニンのベネト共和国建国、サルデーニャイコール・ピエモンテ国王カルロ・アルベルトに、介入を要請した。要請を受けたカルロ・アルベルトは早くも3月23日には、オーストリアに戦線を告げし、が始まった。しかし、はじめサルデーニャイコール・ピエモンテに援軍を送っていた。 強硬国家と両シチリア王国が戦線から離脱し、撤退後本国からの援軍を受けて、体制を立て直したオーストリア軍が7月25日ので、サルデーアイコール、ピエモンテ軍を破ると、両国は8月9日に休戦した。休戦後、革命は急進化し、1849年2月には、強硬国家における、マッツイニのローマ共和国建国の激化を見るに至って、 サルデーニャイコールピエモンテはオーストリアに対する戦争を再開したが3月23日のに敗れてカルロ・アルベルトが退位する結果となった残るローマ共和国はフランスの軍事介入により6月末に崩壊しベネト共和国も8月末にオーストリアに降伏してイタリアにおける革命は打倒されたこうしてイタリア全体に復古体制が復活する中 サルデーニャイコールピエモンテは新国王、ビットオリオイマヌエール2世が立憲君主制を維持し、その後のイタリア統一運動の中心地となった。なお、イタリアにおける革命は後に未回収のイタリアと呼ばれた地域にも影響を与え、ダルマチアのイタリア人文学者がベネト共和国政府に参加したほか、イストリアのイタリア人歴史家がダルマチアイタリア人の民族的覚醒を訴えた。 1830年の7月革命の結果、誕生した7月王政では、選挙権の拡大が行われたものの、納税額による制限選挙自体は維持され、選挙権を持たない労働者、農民層の不満が高まった。こうした不満のはけ口は、改革宴会という集会、選挙権の拡大や労働者、農民の所権利を要求する。 政治集会だが、宴会の名目で開催していたもので、共和派のが、リールで推進したものが有名によ、ある程度のガス抜きが行われていたが、1848年2月22日に、政府がある、改革宴会に対して、解散命令を出すと、これに憤慨した労働者、農民、学生による、でも、ストライキが起こった。翌23日には、 首相のフランスは偽造が辞任して、事態の鎮静化を図ったが、二十四日には、武装放棄へと発展し、ついに国王ルイ・フィリップが退位、ロンドンに亡命して、同日に臨時政府が組織された。革命が成功した影響は大きく、革命はフランスにとどまらず、ヨーロッパ各地に波及し、ウィーン体制の崩壊につながった。このフランスでは七月王政が廃止され、 1848年憲法の制定とともに第二共和制に移行した。11月に大統領選挙が行われ、ルイ・ナポレオン・ボナパルトが大統領に選出された。その後、ルイ・ナポレオン・ボナパルトは1852年に第二訂正を開始するのである。この革命はそれまでのフランス革命や七月革命とは異なり、以前のブルジョアジー主体の市民革命から、 プロレタリアート主体の革命へと転化した。この革命には当初から社会主義者が加担しており、ピエール・ジョゼフ・プルードン、ルイ・オーギュスト・ブランキなどが有名、フランス三色旗に混じって赤旗も振られた。この時代の社会主義に対する期待の高まりが見て取れるが、結果としてルイ・ブランなどこの革命に加担した社会主義者が臨時政府の中で有効な手立てを打てないことが明らかになると、 彼らは農民の支持を失い翌年四月の選挙で落選してしまった。これは農民がフランス革命とナポレオン戦争を経てようやく手に入れた土地を社会主義派に陽動と称して奪われることを壊ったためである。新生ローマ帝国崩壊後のオーストリア帝国では最小をめっている日が千八百十五年以来のウィーン体制の維持に努めヨーロッパ諸国の民族主義 自由主義運動を弾圧していた。オーストリアは1840年以来の不況と貿易赤字、1847年からの基金による農村の危機、多額の軍事支出によって国家財政が逼迫していたが、フランス2月革命の背景の一つである金融強行がウィンにも及んで、メッテルニヒ体制は動揺した。フランス2月革命の成功が伝えられた影響もあり、 宮廷には次々と請願が提出されたが、その内容は通称の自由、出版の自由、言論の自由など、比較的緩やかな自由主義的改革要求が中心であった。学生などの求心派は、身分制議会に請願を提出し、1848年3月13日の審議に付されることとなった。しかし、同日に学生の一部が議事堂に押しかけて、 メッテルニヒの退陣と憲法の制定を要求し、ウィーン市内に暴動が拡大した。宮廷内でも、かねてからメッテルニヒに批判的であった皇帝、フェルディナント一世のおじヨハン大公などが、メッテルニヒの辞任を要求するに至り、メッテルニヒは辞任して、ロンドンに亡命した、ウィーン3月革命。メッテルニヒを追放した宮廷ではあるが、長年頼り続けてきた支配者を突然失ったために、 有能な指導者を書き、権力の空白が生まれた。4月25日にはお手本とするが発布された。この憲法は任制と納税額による制限選挙かつ間接選挙を定めたもので、民衆はこの憲法を不服として5月15日に暴動を起こした。皇帝フェルディナント一世は5月16日に一院制と普通選挙に基づくの開催を約束したが、皇帝一家は、 身の危険を感じて5月17日に、ティロルのインスブルックに避難した。ウィーンにおける皇帝の不在は8月まで続いた。この間、ビンディッシュイコールグレッツ軍が6月12日のを鎮圧し、ラデツキー軍が7月25日のでサルデーニャイコール、ピエモンテ軍を破ると、反革命が巻き返し、ハンガリーやウィーンの革命の打倒が図られ、9月、 宮廷の意を受けた、イェラチッチ軍はハンガリーに軍を進めたが、9月末ので、敗れた。10月6日、ウィーンからハンガリーへの出動を命じられた部隊が、反乱を起こして、ウィーン10月放棄が始まり、一度は舞い戻った、皇帝一家は、またしても逃亡を余儀なくされた。10月末、ハンガリーに敗退した、イェラチッチ軍を収容した、ビンギシュイコールグレーツ軍は、 ウィーンまで進軍してきていたハンガリーを破り、血なまぐさい戦闘の末にウィーンを制圧した。11月21日にビンリシュイコールグレーツの議定、シュバルツェンベルクが首相に就任し、12月2日に皇帝フェルギナント一世がフランツヨーゼフ一世に上位した後、1849年3月4日に中央集権的名が制定されて3月7日には解散されたが、 1850年11月29日のオルミュッツ協定によるドイツ連邦の復活。1851年12月31日の憲法の廃止により、オーストリアは完全に旧体制に復帰した。フランス2月革命の影響はまず、ハンガリー王国で現れた。1848年3月3日、コシュートラヨシュがポジョニのハンガリー議会で、 メッテルニヒ体制を批判し、自由主義的な憲法と諸民族の友愛を訴える演説を行った。3月15日にペシトでデモが起こり、十二カ条の要求と呼ばれる改革要求が承認された。同月から翌月にかけてハンガリー議会では、と呼ばれる自由主義的改革立法が、コシとの主導で推し進められた。しかし、マジャル人本位の改革は、 ハンガリー国内の異民族の反発を招き、のクロアチア人、のセルビア人、のスロバキア人、のルーマニア人などがハンガリーに対して反旗を翻した。オーストリア皇帝フェルディナント一世、ハンガリー国王フェルディナーンド五世は、ハンガリー国内の民族間の対立を利用して、反革命を図り、ハンガリーに対するクロアチア人の反乱の指導者、ヨップイエラチッチを指揮官に任命し、 イェラチッチ軍の進軍を阻止できなかった。ハンガリーの首相は9月11日に辞任して、コシュートがハンガリーの指導者となった。ハンガリー革命軍は9月29日ので、イェラチッチ軍を破って一時ウィーンに迫ったが、ビンディシュイコールグレッツ軍が、同時期のウィーン10月放棄の鎮圧に成功すると、主政に転じた。12月2日に、フェルディナント一世が、 フランツヨーゼフ一世に上位した後も、ハンガリーは1849年4月14日に完全独立と共和国を宣言して頑強な抵抗を続け、フランツヨーゼフ一世はロシアに援軍を求めた。ハンガリーは期待した諸外国の支援も得られず、1849年8月13日にロシア軍に降伏した。 もっとも、マジャル人による民族自治の要求は1867年のオーストリアイコール、ハンガリー帝国の成立、アウスグライヒという形で、部分的にではあるが受け入れられた。ボヘミア王国のプラハでは、1848年6月に、オーストリア帝国内のスラブ継承民族が結集して、スラブ人会議が行われ、チェコ人のフランティシェク・パラツキーが議長を務めた。チェコ人は、 オーストリア帝国を対等な諸民族からなる一つの連邦に転換するよう要求し、大ドイツ主義に傾くフランクフルト国民議会や、オーストリア帝国からの分離独立に傾くマジャル人とは否立場を表明した。6月12日に急進派が起こした放棄は、オーストリア当局の干渉を招き、ビンリシュイコールグレーツ、将軍のプラハ包囲によって、チェコにおける革命は打倒された。 オーストリアと並ぶドイツの大国であるプロイセン王国ではウィーン3月革命への影響もあり1848年3月18日にベルリンで軍隊と市民の大規模な衝突が起こった国王フリードリヒビルヘルム4世話の召集出版の自由憲法の制定を認めによる自由主義内閣が成立したベルリン3月革命しかし 国王が終始自由主義に対して否定的だったことには変わりなかった6月14日のの責任を取ってカンプハウゼンが辞任した後国王は11月2日にブランデンブルク半島内閣を成立させ11月14日にブランゲル軍にお解散させ12月5日に国王体験を温存するを発布し1849年5月30日に保守派に有利なを制定した こうした中、1848年5月18日に、ドイツ統一とドイツ国憲法制定を目指して、フランクフルト国民議会が召集された。国民議会は大ドイツ主義と小ドイツ主義の対立や、シュレースビヒイコールホルシタン問題などの難題に直面しながらも、1849年3月28日に、小ドイツ主義と世襲の立憲君主制を基調とする。 パウロ協会憲法を成立させ、プロイセン国王、フリードリ・ヒビルヘルム4世をドイツ皇帝に挙したが、国王は下からの統一を嫌って、提官を拒否し、国民議会の試みは失敗に終わった。結局この後、国民議会は反革命勢力の弾圧によって解散させられてしまった。これに対してと呼ばれる闘争がドイツ各地で起こったが、ドレスデンでは、 ミハイル・バクーニンやリヒャルト・ワーグナーが活躍した、ついに血が圧され、ドイツにおける革命に終止符が打たれた。もっとも、フランクフルト国民議会で示された小ドイツ主義は、1871年のプロイセンを中心とするドイツ統一に、一定の筋道を立てた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。